はい、なんかそもそもやっぱこうオラフ君とメンがやっぱ加入してくれた時にその、はい、オラフ君って結構ねなん解像度高めの絵だったじゃないですか。ああそうでしたね、確かに。 なんて言うんだろう、そのね頭身がでかいから、うん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 、で僕とボンさんとオンリーはもうすでに頭身が低い可愛らしいキャラクターを使ってたんで、うん、すごい難しかった。やっぱ統一感はチームとして出したいしみたいなところがあって、はい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 、まあ、色々悩んでみんなで話し合った上に、うんうん、今回のこれになったので、うんうんうん、まあまあうんうんうん、ね、ゆっくりゆっくり受け入れてくれると嬉しいなと。ああそうですね。なんでそっち側に統一させたんですか。いろんなイラストレーターさんとかともお話しさせていただいたんですけど、でかいのからちっちゃいのはできるんだけど、ちっちゃいのからでかいのってやっぱできないらしいんですよね。うん、まあそうですよね。多分絵を描く人とかは、わかるってなるのかもしれない。僕は全然わかんないですけど、その、でかいのを作ってちっちゃくして、今回も、ミニキャラを作ってますけど、ミニキャラみたいなのはできるんだけど、ミニキャラからやっぱでかいのができないから、作るんだったらちゃんとでかいキャラクターというかね、その今回の立ち絵みたいなやつをちゃんと作った方が、うん、いいですよっていうアドバイスをいただきました。まあだから正直めっちゃ受け悪かったらミニキャラにするかみたいなね、二段構え失敗したらまあ、はい、させんって言って変えようみたいな話はちらっとねみんなでしたりとか、うんうんうん、ちょっと発表するまでやっぱドキドキではありました。いやーですよね、うん、正直女性視聴者を狙いましたか。あ、それで言うと、今回のキャラクターは結構その女性に寄りすぎないようにっていう感じで、僕たちはイラストレーターさんと話し合いました。結構、うん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 、やっぱりもっとゴリゴリに寄せることもできたんですけど、あ、そうですね。うん、なんかあんまり寄せすぎちゃうと僕は良くないかなと思って、本当にこう1キャラごとにもうそう何十テイクも書いてもらって、そうですよね、もう本当にいろんなパターンね、麺も動画で言ってましたけど、麺一番最初ガスマスクだったんですよね。ガスマスクでしたね。そうだったり、もう本当みんな初め出てきたタイミングでは全然違ったりしたんですけど、うんうん、まあなんかその少年漫画の主人公にいてもおかしくないような、男女でどちらともまあなんか受け入れられやすいこうキャラデザーみたいなところを目指していろいろ話し合いました、うん、はい。ご視聴ありがとうございました。概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。